セオリツヒメは、神道の大払い言葉に登場する神である。セオリツ瀬メ、セオリツヒメ、セオリツヒメとも表記される。古事記、日本書紀には記されていない神明である。水神や払い神、滝神、川神である。九州以南では、海の神ともされる。払い土死神の一柱で払い清めの女神。人の汚れを、早川の背で清めるとあり、これは、 死水神としての特性である。山和姫命置、天照座伊勢二将校大御神宮御鎮座次第記、伊勢二将校大御神宮御鎮座伝記、中富の払い訓戒においては、伊勢神宮内宮別宮荒祭り宮の祭神の、別名が、瀬尾律姫であると記述される。なお、荒祭り宮は、かつては、西宮に位置していたと推定される。伊勢神宮公式の遺書書書に、 その御玉をこのように二宮に並べてお祭りするのは広大神宮にアマテラス大臣を同別宮にアマテラス大臣の荒御玉を奉仕する姿の古い形と言われています。と記されている。この通りであれば、西宮は式年遷宮の旅に位置を変えるのではなく常に東に位置する西宮はアマテラス大臣西に位置する西宮は セオリツ姫を祀っていたこととなる。発ツマツでは、日本初期、神宮皇后の段に登場する、道坂き玄の三玉天祖向き津姫命と同盟の、光津姫をセオリツ姫と、同一心とし、アマテラス雷神の皇后とし、ある時は、アマテラス雷神の名代として活躍されたことが、記されている。セオリツ姫は、ほの子という名でも登場する。セオリツキ穂の子という、 この瀬織津姫は、本当の瀬織津姫かは、発末えが義書であるかないかと共に、真偽が問われる部分である。また、六甲姫栄光は、瀬織津姫を祭神としている、最も古い神社は、兵庫県神戸市に鎮座する六甲姫の地神社と考えられるとし、六甲姫の地代前身の岩倉の存在が、六甲の三名の由来であると推定し、またこれらは、 骨末貸えの記述から導き出されたものであるとする。にぎはや火命との関連もあると言われる。また、セオリツ姫は、アマテラス大臣と関係があり、アマテラス大臣のアラミタ玉とされることもある。西宮の地名由来の大社である、広田神社は、アマテラス大臣アラミタ玉を主宰神としているが、戦前の遺書書書には、セオリツ姫を主宰神とすることが明確に記されていた。 ご神体の心境は、元は、宮中の賢所に祀られていたのだが、竹内すく、ね、神宮皇后の御世に、広田神社へ移したことが、広田神社由緒書きに記されている。この時期に、神社祭祀に、大きな変更が加えられた可能性がある。アマテラス大臣との関わりは、謎が多い。その他では、宇治の橋姫神社では、橋姫と集合されている。 祇園祭鈴鹿さんのご神体は、鈴鹿権限として、能面をつけ、金の絵帽子をかぶりなぎなたと中継を持つ瀬織津姫を祀る。伊勢の鈴鹿山で人々を苦しめる悪気を退治した鈴鹿権限の説話に基づく。熊野神社を遡り調べると、熊野権限は、瀬織津姫なりという説がある。大和政権が江見氏征伐の際、熊野権限を守り神と式隊へ向かった。 制圧した後、気仙沼市唐桑町に瀬尾立姫神社、熊野神社などが鎮座した。東日本大震災の津波により流されたが、現在は再建されている。平成27年10月27日現在、瀬尾立姫の神名は、個人の経営する民間企業によって商標登録されている。神の名。 またはそこから派生した後の商標登録として、アマテラス、アマテラス、スサノオゼウス、ガネーシャなどが多数あるが、そのほとんどが、商品、エキムの指定を、自社の製品、サービスにて使用する、最低限の範囲に止めているのに対して、セオリツ姫に係る指定が広範囲な43項目に、対してされていることは、前例のない極めて異例のことである。 日本神話や外来神に登場する多くの水人の特徴とも一致する。日本神話では、神や闇妄想造神等が、外来神では、吉祥天、弁祭天がこの特徴を持ち合わせている。学者により喫書とされている。ありがとうございます。